美濃同盟の成立により斎藤道三という大きな後ろ盾を得た信長は尾張国内の統一を着々と推し進めていた。そんな中、三河を挟んで膠着状態にあった今川家が信長の本拠に近い村木の地に砦を築いたとの報が入る。今川家の動きを警戒する信長はこれ以上の侵攻を阻止すべく村木砦への攻撃を決断。斎藤家に援軍を求め出陣の準備を急ぐ織田勢の中には信長を支えようと奮起する徳川家康の姿もあった。村木砦の戦い。村木攻めが不服か、信行。尾張一国も穏やかならぬこの時期に今川を攻めるなど時期尚早に過ぎましょう。それに斎藤家に援軍を頼んだところで、信ずるに足りぬと。信行は父を信用していないのね。手をこまねいているうちに義元は次の一手を打ってくる。後手に回ればもはや勝つ術はなくなるだろう。織田が滅べば次に義元に脅かされるのは美濃だ。それが分からぬ親父殿ではあるまい。話は終わりだ。機長は美濃への使いを急げ。信行、援軍の来着次第すぐに攻めるぞ。は、承知しました。信長殿。光秀、息災のようだな。援軍はお前たちだけか。いえ、義達様もすでに着陣しておりまする。我らはその名代としてご挨拶に伺った次第で、あるか。義達が俺のために働くとは思えんが、明智勢は頼りにさせてもらうぞ。あ、先日の非礼を償うには不足だろうが、力を尽くして戦わせてもらおう。いよいよ今川との戦か。半蔵、平八、我々は勝てるだろうか。さて、比嘉の兵力差を踏まえれば、美濃兵を加えたところで勝敗は四分六分。四分もありゃ十分だろう。俺がいるんだ、臆することねえぞ、竹千代。おい、信長様はもう動いたぞ。俺もすぐに出る、お前らも急げ。いつの間に出遅れるなど部門の恥だ。みんな行くぞ。信長様は北回りで進んでるはずだ。俺たちは南から今川本陣を目指すぞ。これより先には進ませぬ。面白い。止められるもんなら止めてみやがれ。別動隊は順調に進んでいるようだ。俺たちもこの勢いのまま進むぞ。今川の勢いを抑えきれぬ。救援攻。終わりのうつけはあそこか。ごめん。受けたまわった、受けたまわった。どれ、きつく球を据えてやるとし。あれは義元が自ら出張ってきたのか。おじさま、お待ちしておりましたわ。勝利条件変更。敵に突破されようとは不覚。恐れ入ったか。さあ、とっとと先に進もうぜ。開門。受けてみなさい。ほんと生意気。
ません。来るなら来たらいいわ。逃げも隠れもしないわよ。開門。わかった。ここは私が。頼む。手を貸してくれんか。なんとかしのげたようだ。これより我らも今川本陣に向かおうぞ。うぬが信長か。勝てもせぬ戦を起こすとは評判通りのうつけぶりよの。お前が吉本だな。堪忍ならぬ。人を見下すその態度、評判通りのうぬぼれやらしい。あんた今川を敵に回してただで済むとは思っていないでしょうね。ただで済むのは覚悟の上。まぎます。安心しておったか。吉本様に続け。織田勢を蹴散らすのだ。吉本の出馬で今川が勢いづいている。無念だが引くほかあるまい。敗走。おじ様には絶対にかなわないんだから。開門。待ってろ信長様、すぐに火星に行くぞ。控えよ、ゲロ。世は東海の覇者。いずれは天下の覇者にもなろう。力なき者は力ある者に従うが道理。それが分からぬほどのうつけならば、この左文字に切られるがよい。これ以上の戦は厳しいようだ。次は必ず勝つ。全軍撤退しろ。勝利条件変更。たやすく逃げられると思うでないわ。今川本陣から迂回して逃れるほかないか。信長め、火星に来てやったというのに尻尾を巻いて逃げ出すのが情けねえ。やはり無謀だったのだ。戻ったら兄上をいさめなくてはな。敵将舞い落ちた。フルはなんだか。侮らない。承った。
受けたまわった。よし、止め。俺がここを通るように仕向けたのはこういうわけか。行くぞ、織田勢を踏みつぶせ。無礼者めが、ウヌのごとき虫けらが世を倒せるはずもないわ。侮らない。煩わしいのう、あがくのも大概にせよ。あとは良きに計らえ。開門。吉本様が退却なされただと、何故。
これで退路が開けたぞ。織田の者どもを追い詰めよ。受けてみなさい。またも敵の増援か。さすがは吉本、ここまで用意周到とは。決まって走れ。敵に追いつかれるな。今川は確かに強いが、だからこそ倒しがいがある。負け戦でも信長殿は望みを捨てぬどころか闘志を新たにしている。強い個人だ。引けぬわ。ここは私が。わかった。分かった。私とてもののふなのだ。耐えきれん。聞かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。助かったぞ。これで退却できそうだ。開門。この砦奪わせはせんぞ。急がせ、着実に。受けてみよう。雲のか。神にならぬ。生きた。信長様、ご無事ですか。敵将討ち取ったり。引かせていただこう。おお、やるではないか。あるべし。受けてみなさい。蝶の一輪、侮らないで。今川勢の強さは侮れません。ここは私が。どうかご油断なきよう。楽になりなさい。引かせていただこう。私とて、もののふなのだ。耐えきれん。聞かせてもらう。大したもんじゃねえか。務めを果たすわ。
受けたまわった。急ぎ敵の退路を立て、尾張のゲス様を生かして返すな。ウヌラ、その力逃げられると思うな。まだ邪魔立てするか。銃を突き捨てる。いつも選ぶってるだけあんじゃねえか。織田の背後を突くぞ。かかれ。兄上は、この家康がお守りいたします。家康、何をしている。戦は終わりだ。今川勢から離れろ。いえ、分かった。私はここで敵を食い止めます。その間に兄上はお逃げください。なんとか戦場を脱したが、味方の被害も甚大のようだ。これが今川義元の強さ。いずれ必ずその上を行ってやる。畳みかけよ。敗北条件変更。
死はせぬ。覚悟せよ。兄上、家康殿が今川勢に囚われたそうですね。ああ。だが今川が三河を取るには家康が必要だ。悪いようにはされまい。だとしても、家康さんはきっと苦しむことになる。兄様と一緒に戦いたかったはずだもの。やはりまだ戦を起こすべきではなかったのです。まずは足元を固め、辛抱強く力を蓄えなくては。それを吉本が待ってくれると思うのか。俺は座して滅びを待つなどごめんだ。兄上の言うことは正しい。だがこのようなやり方では織田家はいずれ。ったく、とんだ無駄骨だったな。お前ら引き上げるぞ。信長殿、無事でよかった。被害は甚大だ。無事とは言えん。その言葉を聞き安心した。味方が傷ついているのに平然としているような将は信ずるに値しないからな。慰めにもならん言葉だが、助力感謝する。親父殿に伝えてくれ。次は必ず信長が勝つと。受けたまわった。ではまたいずれ。美濃からでございます。親父殿の指示か。そうよ。あなたは噂通りのうつけだった。もう用なしというわけね。お前もそう思うのか。私がどう思うと私の役目は変わらない。けど、もう果たせそうにないわね。早く殺して。こうして見ると、綺麗な顔をしているな、機長。親父殿に伝えておけ。信長は殺しても死なぬとな。